どうも皆さんこんにちは、ケンジです。本日はこちら、はい、という GU で買うだけで今年らしいスタイリングができて瞬く間におしゃれに見えてしまうアイテムを今日は合計2点購入しました。この2点が衝撃的なアイテムだったので今日はそちらを皆さんにご紹介したいと思います。では早速いってみよう。サバタイム、はい、というの本日はここ最近急に寒くなってきて慌てて秋服や冬服を探している方多いんじゃないでしょうか。そうした中でやっぱりまあ GU めちゃくちゃ安いからこそ足を運ぶんですが、もうすでに GU ではたくさんの冬服置いてありません？置いてあるんですよ。パーカーだけでも何種類もあって、さらにニットだけでもものすごくあって、アウターなんてものすごくあり、デニムやらパンツやらいっぱいある中でもどれ選べばいいのかわかんない、お手上げって考えてる方も多くいらっしゃるかと思います。さらにはですね、もう洋服に使える金額ってもう無限だったらねこの上ないんですが、やっぱり洋服に使える金額限られていると、なので失敗したくない方々も多くいらっしゃるんじゃないでしょうか。ご安心ください。今日のアイテムはですね、難しいこと考えずに合わせるだけで非常に今年らしいスタイリングができちゃうアイテムだったので、ベーシックすぎるような普通すぎる洋服は欲しくないんだ。なんかちょっとこう今年らしさ、そしてちょっとこなれた雰囲気をコーディネートやファッションの見た目から演出したいんだって方はですね、より強くおすすめしたいアイテムでございます。それでは早速一つ目のアイテムからご紹介したいと思います。それがこちら、はい、でこちらですね、ローゲージワイドフィットクルーネックセーターブラックを購入しました。合計ですね3色展開だったんですが、そのうちのブラックを今回購入しました。でここでなんだよ、ただの黒ニットかよ、つまんねえなゲンジと思った方、違うんですね。こちらのニット非常にですね、他のニットとは全く異なるアイテムで、着用した時の見え感が黒の無地のニットなのにもかかわらずこなれた雰囲気になり、めちゃくちゃコーディネート全体として抽象的な表現になりますが、可愛い雰囲気、そしておしゃれな雰囲気に変貌するんですね。で先にですね、こちらのアイテムの価格からご紹介させていただくんですが、こちらのアイテムの価格2490円でございます。めちゃくちゃ安いんですが、他のブランドで見たらもう2490円でとんでもない価格ではありながらも、今 GU で売られてるニットって、まあ、タートルネックのアイテムでさえ1990円だったりとか、中にはですね990円で売られてるニットさえあるんですよ。で中でこちらのニットに関しては価格で言うとかなり上位に来るアイテムでございます。とはいえ2490円だからね、このアイテム、このクオリティ2490円で考えたら、僕2つほどブランドさせていただいてるんですけど、2490円以上の価値がこのニットからは感じられましたね。でですね、まあ、アイテムの特徴としてはローゲージといって、まあ、こちらのこの動画にはなるんですが、ご説明してるんですけども、網目が非常に荒く、非常に素材感としても厚く、がっしりとしていながらも矛盾した表現になるんですが、非常に柔らかいアイテムでございます。なので重量結構あるんですね。非常にずっしりとした重さなんですが、触った感覚で言うと結構柔らかく、肩の落ち感とか綺麗に出るようなアイテムとなっております。でさらにこちらのニットの特徴とすれば、ニットにもかかわらず胸ポケットがついてるんですね。パカッとつけた感じの悪い言い方ではないんですけど、今にもこう簡単に取れそうな感じではありながら、もう簡単につけてる感じがやりすぎていない、完全に強くビタッとついていたらなんかこうリラックス感がないんだけど、これがちょっとこれぐらい余裕があるからこそ、このニットのね柔らかさとかオーバーサイズにマッチしてるのかなというふうに思います。ポケットのね大きさもかなり大きいので、なんかニットでありながらも黒のニットって非常にシンプルなアイテムなはずなのに、後ほど着た時により分かっていただけると思うんですが、結構特徴のあるアイテムなんですよね。早速ね着ていきたいんだけれども、2つ目のアイテムをご紹介していいですか。で2つ目のアイテムをご紹介しして後にとあるコーデから一気にその2つを掛け合わせたコーディネートをご覧いただきたいと思います。急に何言ってんのって感じだと思うんですけど、動画の最後までご覧いただければわかるかと思います。黒ニットを早く着たい気持ちを抑えて、2つ目にご紹介するアイテムがこちら、はい、でこちらですね、バルーンアンクルパンツでございます。はい、2、3年前くらいかな、ニードルスの膝出るパンツがですねトレンドで、非常に数多くの方々が購入し楽しんでいたんですが、それがちょっと膝出るパンツのトレンドも多少落ち着いてきた中で、今トレンドの色味とその膝出るパンツの、まあ、バルーンシルエットを掛け合わせたアイテムが非常に今人気で、デニム素材とかと掛け合わせちゃうと結構足が短く見えてしまって、僕はあまりおすすめしないんですが、こういった綺麗な色味だったりとか中間色の色味であれば、まあもちろんこうスキニー
ニーパンツとか細身のねスラックスに比べたら足はねちょっと多少短く見えてしまうのはあるんですが、でもその分ですねよりコーディネート全体通して雰囲気は出るので、20代前半とか10代の方々には強くおすすめしたいアイテムかなというふうに思います。30代40代になってくると、まあ、多少ちょっと落ち着いたデニムの方が大人の雰囲気も出ていいのかなというふうに感じております。それも踏まえながらぜひ聞いていただきたいんですが、大体全部言っちゃったんですけども、じゃあですね2本ここでかなり強くつまんでいて、さらに膝の部分でかなりワイルドなシルエットで急に足元で強めのテーパードがかかっていることによって非常にですね可愛らしいシルエットなんですね。なのでスタイリングでストリート気味が好きだよとかカジュアル気味が好きだよって方は、まあ、このパンツの良さっていうのはねあんまり触りにくいとは思うんですけども、綺麗めなスタイリングが好きだよとかコーディネート全体通してデニムよりも今年はスラックスを履いてるかなって方なんかには強くおすすめしたいアイテムでございます。でさらにこの色味がですね非常にこううまい中間色をついたブラウンの色彩だったので、後ほど僕ブラックのニットと合わせていくんですが、そういったベーシックなトレンド的な色彩ではないアイテムと掛け合わせるとコーディネート全体通してちょっとこうトレンドっぽく今っぽく仕上がるので、その2つを掛け合わせて今回購入しました。でアイテムの素材感としてはほとんど腰割れにならないポリエステル 81% のレーヨンが 16% ポリエータン 3% なんで、レーヨンの綺麗な光沢感がありつつこのように掴んでもシワになりにくさがあるので非常にこうイージーケアなアイテムかなと思いました。あとは GU のパンツならではのドローコードもしっかりとついていて、後ろ部分にしっかりとゴムが反映されているのでかなり履きやすいんじゃないかなと思います。ただ皆さんこれサイズ選びぜひ気をつけてください。それはですね着替えて後にご説明したいと思います。はい、というより早速その2つをですね掛け合わせたコーディネートをご覧いただきたいと思います。今僕が着ているコーディネートは白シャツの中でもちょっとワイドで肩も落ちているので非常にこう今年らしい白シャツではありながらも、まあ、かなりベーシックなザ・シンプルを極めたコーディネートですよね。僕こういったコーディネートもめちゃくちゃ好きなんですけど、今っぽさがすげえあるかって言ったらあんまないと。コーディネート全体通して今っぽさがあるといろんな方からも非常に好評いただけるんですね。なのでそうした中でどのように変わるのか早速ご覧いただきましょう。それがこちら、せーの、はい、ということで来ました。いかがでしょうか。どうですか、シルエット全体として非常にゆるっとしていて、かなり先ほどのベーシックなスタイルよりも多少こなわれた感じだったりとか今っぽさがですね感じていただけるかなっていうふうに思います。で、まあ、順々にちょっとご説明していきたいんですが、どうですか、結構今手を広げた時にニットの身幅がですね明らかになったんですが、かなり太いでしょ。でさらにアームの部分ちょっとだけこうゆとりがあって、袖の長さに関しても手伸ばした時に僕若干手が短めなんですが手の指先がちょっとちょろっと出るぐらいのサイズ感ですよね。あとすごい好きなのが裾周りの指が強くないのでちょっと広がったようなシルエットなので、これもまた1990円で売られてるようなニットとか990円で売られてるニットにはないシルエットなので、服好きの方々に向けたアイテムなのかなっていうので伺いますね。であとはちょっと黒でね分かりづらいと思うんですが、縫い目もいい意味で荒くてニットならではの風合いも可愛くて好きですね。でそんなゆるっとしたニットに合わせるこのゆるっとしたシルエットのパンツ、綺麗なドレープ感があって履き心地もかなりいいですね。でさらに色味ですよ、履くだけでなんかちょっとこう今年らしさが感じていただけるんじゃないかなというふうに思います。で気をつけていただきたいポイントがサイズ選びなんですが、今回僕腰にですね履いていてアンクル丈じゃないですか。ただこれ M サイズです。M サイズ僕これぐらいで履くことが多いんですが、結構割と短いのでこれがもし S サイズぐらいだったら、まあちょっとやりすぎかもしれないけどこれぐらいだったと思うんですね。でこうなるとちょっと短すぎるので僕はワンサイズ上で選びましたね。ローファーとか選ぶと、はい、靴下がね見える範囲が広くなるんですけども、こういったローファーってミニマルなサイズ感なのでタイトルもあるんですが、サイズ感はちょっとワンサイズ上ぐらいでもいいのかなっていうふうに思います。で僕が上に着てるのは M サイズです。 M サイズ M サイズですね。パンツは僕普段 S サイズをよく履いています。このスタイリングちょっと雰囲気出すぎじゃないと、なんかゆるっとしすぎてないって方はニットだけを生かして、せーの、はい、で先ほどの白シャツとデニムの上に今回のオーバーサイズのニットを合わせてみました。先ほどのコーディネートがちょっとこうバルーンシルエットが苦手だよって方なんかにはこのようにですね黒白青で黄金カラーで固めながらニットのゆるさだったりとか、さらには使ってるニットがですね非常にこうゆるっとしたシルエットなのにどこかちょっとこう今っぽいシルエットでコーディネートが組めています。もう少し砕けた合わせ方していきましょうか。せーの、はい、先ほどの白シャツのコーディネートがちょっとこう硬いなと思う方なんかには白シャツを合わせ
ずにシンプルに単体に1枚で着て、そこにこうデニムなんかを合わせるとシンプルさが保たれたまま硬すぎないニットコーディネートが完成するので、よかったら参考にしてみてください。はい、さらにですね、ニット1枚じゃさすがにちょっとシンプルすぎないって方なんかにはですね、こういった暖色のコーデュロイのワイドめなブルゾンなどを足してあげると、その分ですね、よりコーディネートにより今っぽさだったりとか、さらには季節らしさだったりとか、より個性が生まれるので非常におすすめしたいコーディネートでございます。ちなみにこちら今着ているアウターはですね、ビームでずっと1位のですね、なんと上下合わせて1万円以下で買えるアイテムでございますので、ぜひこちらの詳細に関しましては下の概要欄にリンク貼ってありますので、よかったらチェックしてみてください。今ゾゾタウンで一番売れているセットアップです。さらにはせーの、はい、さらにね、これダウンなんかにもですね、めちゃくちゃ相性が良くて、皆さん今年ダウン黒をね買う方も多くいらっしゃると思うんですが、そんなスタイリングに黒と合わせてパンツの色味がトレンドの色味っていうのもめちゃくちゃいいですよね。このコーディネートめちゃくちゃいいな。なので単体同士で1枚で着るのもいいんですが、ガチの冬のアウターなんかにも相性がいいアイテムとなっております。はい、というわけで撮影から数日経った現時なんですけども、あの撮影をした後にやっぱりこのアイテムすごいいいなと思いまして、公開してる時は M サイズを着用してるんですが、なんと今回 XL サイズで購入しちゃいました。買い足しました。この度買い足しちゃった。それぐらいいいアイテムだったので、 XL にするとよりですね、その肩の落ち感だったりとか袖の太さとかが出て、まるでこう GU らしくないというか、もうなんなら3万円台でドメスティックで出ていてもおかしくはないと思える、そんなですね風合いによりアップデートされました。サイズを上で選ぶことでね。で今回僕違う色味でも購入したんで、早速着ていきたいと思います。3、2、1、はい、ということでいかがでしょうか。ブラウンもね、かなりいい色味なんだけども、編み方だったりとか、さらにはデザインのシルエットだったり、さらにビブの部分だったりとかがかなりこうざっくりとした大胆な仕上がりなので、僕は黒を選んで、黒でありながらちょっとこうニットの風合いは非常にこうカジュアルなトレンド風な印象と掛け算することによってで、かっこよさがあるかなっていうところで、まあもちろんブラウンもね、かなりいい色彩をしてるので、ブラウンもおすすめなんですが、個人的にはブラックの XL サイズぐらいがおすすめかなというふうに思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、というのでですね、めちゃくちゃいいアイテムだったので、ぜひ引き続き本編ご覧ください。どうぞ。はい、さらにこちらのパンツを様々なアイテムと掛け合わせていきたいと思います。まずはベージュ色のダブルのジャケットですね。全体的に暖色、ちょっとね、こちらの色が浮いちゃってるような感じもするんですが、こちらのコーディネートも非常におすすめでございます。さらには、はい、ということでビームの4400円に変えてしまうパーカーを着用しまして、いかがでしょうか。うわ、これめちゃくちゃいいね。この色彩を全身で組めるのね、すごく僕は好きですね。ゆるっとしたパーカーにゆるっとしたパンツのこのスタイリング、かなり好きな方多いんじゃないかな。で結構好きなので、この上にさらに着ていきましょう。せーの、はい、リドムね、順次発送で買ったらすぐ届いちゃうめちゃくちゃお気に入りな全カラーコートを合わせてみました。これもですね、ワントーンのコーディネート組んでるので非常に今らしいコーディネートですよね。さらには、はい、好きすぎて色違いで着ちゃったんですが、よりもっともっと今らしい感度高いコーディネートしたいんだっていうおしゃれな方はですね、ぜひですね、明るいベージュと合わせてみてください。そうするとかなり感度の高いコーディネートができますので、よかったらそちらも合わせてチェックしてみてください。というわけで今回ですね、ご紹介した2つのアイテムに関しましては、下の概要欄に掲載してあるのと、あと合わせたアイテムのリンクに関しましても下の概要欄に同時に貼ってありますので、ぜひ気になるアイテムございましたら下の概要欄からぜひチェックしてみてください。おそらくこちらのパンツと先ほどニットに関しては GU はそこまで在庫数を多くしていないと予測しています。なぜならば、例えばパーカーとか CPO シャツのセットアップとかは本腰がたくさんの方々にお買い求めいただけるようなアイテムなので、ものすごく数を多く生産していると思うんですが、今回ご紹介した2つのアイテムってファッション興味ない人が聞いてみれば難しそうだなと思うようなアイテムだからこそ、そこまで GU さんがもう在庫を多く用意していないと予測しています。なくなるのが早いと思います、僕個人的には。なのでもしですね、いいなと思っていただけたら、この動画を見ていただいた翌日ぐらいには GU に足を運ぶのがいいのかなと思っているのと、さらに下の概要欄でオンラインストアでまだ在庫があったらすぐにねゲットすることをですね、別に GU の案件でも何でもなく1円ももらってないので、ぜひね信頼していただきたいんですが、いいなと思った方はですね、ぜひ検討してみてください。今回合わせたコーディネートがこんな感じでございます。結構合わせましたね。うん、よかったら参考にしてみてください。はい、というわけで本日の動画少しでも参考になったりいいなと思っていただけたら、ぜひチャンネル登録と高評価とさらにコメントのほどよろしくお願いします。では次回の動画でお会いしましょう。以上、現状の動画でした。ありがとうございました。